ブラム、シドニアの騎士。現在放送中の二瓶勤最新作大雪海のカイナ。今からでもわかる作品の世界観やストーリーをダイジェストでお届け。星を覆う機動樹の最上部で暮らす人々は天幕と呼ばれる幕の上で生活をしていた。機動樹は星に点在する巨大な木。天幕の村に住む少年カイナは機動樹の下にも人が住んでいるかもと夢見ていた。一見平和な村だが、枯れ始めた機動樹から湧き出る水も少なくなり、村は衰退の道をたどっていた。機動樹そのものが枯れつつある。文字を伝える文化も衰退し、かろうじて看板を読む知識だけが伝わっていた。よし、そもそも文字って何のためにあるの？大切なものだったのだ。一方、機動樹のふもと雪海では、大雪海の国アトランドの王女リリハが機動樹の上天幕にいるという賢者を求めて浮遊中を追っていた。しかし天幕へ上がる手段までもう一歩のところで、敵国バルギアの船が迫る。バルギア兵の襲撃に次々と倒される護衛の兵士たち。リリハ様、失礼。ジャルジの命がけの防衛で間一髪リリハは空へ逃れることができた。リリハ様、どうかアトラッドを。リリハを乗せ天幕に向けて上昇する浮遊中、そしてそれはついに天幕までたどり着いたのだった。天幕まで登ってきたリリハは気を失っているところをカイナによって助け出された。初めて目にする若い女性に戸惑うカイナ。チャルジ！誰？え？僕はカイナ。賢者様。ついに探し求めていた賢者を見つけ出したと思ったのも束の間。賢者様を求め天幕を目指して。ああ、女性、この人は看板爺だよ。おとぎ話のように語られていた天幕の世界。しかしそこにはリリハの求めていた賢者はいなかった。すごい高さ。夢じゃない、本当にあったんだ、天幕の世界。自分のいた世界の話をするリリハ。それは天幕の村以外に人がいないと思っていたカイナたちにとって衝撃の内容だった。あんたは雪海から来たということかね。はい。信じられん、雪海の世界に人が。ほらね、さらに驚くべきことに、雪海の世界では少ない水をめぐって国同士の戦争が起きているという。ところがバルギアという強大な船団を持つ国が近隣の国から
次々と水を奪い始めたのです。水を奪われた国は廃墟となり、生き残った者も奴隷となったと聞きます。子供の頃、母がよくリリハが賢者を探している理由、それは不思議な力を持つ賢者は水を無限に生み出すことができると。水があれば雪海の世界の争いはなくなる。しかし天幕には賢者はおらず、さらに天幕の村から雪海の世界に帰る手段がないと教えられたリリハ。だが看板 G はあるものを準備していた。これを使うんだ。これはすごく硬い。材質は分からんが、特別に頑丈なものだ。樹皮削りといってな。樹皮削り、代々伝わる大切な大工道具だ。これで樹皮を削ればロープの引っ掛けが作れる。お前も行くんだ、カイナ。え？道案内できるのはお前だけだ。僕が一緒に？しっかり送り届けてあげるんだ。雪海の世界へ向かう過酷な旅。幾多の困難を乗り越え、着実に雪海に近づいていくカイナとリリハ。大丈夫？ああ。早くアトランドに帰らないといけないんだから。冬袋、二つあるから片方渡しておく。冬袋。これがないと雪海に落ちたら沈んじゃうから。戻ってきた。やったね、リリハ。うん。ようやくたどり着いた二人。あ、どうしたの？あれ何？しかし雪海ではバルギアの兵士たちが待ち伏せしていた。バルギア、逃げなきゃ。え？そこへオリノが率いるアトランドの兵士も駆けつけ、リリハ救出作戦が展開される。敵艦隊を吸収する。全機格闘銃装填、突撃。はねえ、どうして逃げるの？わけのわからないまま争いに巻き込まれたカイナはリリハを守るため決死の行動に出る。この後どうするの？だって浮くんでしょ、これつけてると。うん、行こう。必死に逃れようとするも、リリハはバルギアの士官アメロテに捕らえられてしまう。リリハ様！リリハ様！アメロテの力の前に圧倒されてしまうオリノが。逃げやがった！近くに浮き出るはずだ！探せ！バルギアにリリハを捕らえられ、失意のままアトランドに到着するカイナだったが、初めて見る人の多さに驚く。リリハの父であるアトランド国王ハレソラは娘の救出を諦める。リリハも覚悟はしているだろう。え？実だって。どうやってリリハを救出するか悩むカイナの前に、リリハの弟ヤオナが現れる。僕はヤオナ、リリハの弟だよ。リリハの弟？天幕から来たって本当？うん。カイナだよね。よろしく。ごめん、リリハを助けられなくて。僕も一緒に行くよ。リリハを助けたい。
同じ気持ちを持った二人は秘密の抜け道からリリハの元へ向かうのだった。行こう。リリハは無事なのか。そして水不足をめぐり対立するアトランドとバルギアの行く末は。空から来た少年カイナは雪海に沈んだ世界を変えていくのか。カイナとリリハの壮大な冒険をぜひ最後まで見届けてください。